い、ありがとうございます。先ほどまでは森山さんが大学生とかバックパックでどんなことされてたのかっていうところをお聞きしたんですけど、この動画では本題ですね。今アパレル雑貨ブランドをされてらっしゃると思うんで、ちょっと改めてお聞きしたいなと思ってるんですけど、お名前お聞きしてもいいですか？ブランド名を。クミコ。はい、クミコってそもそもなんでクミコってしたんですか？クミコは最初にブランドをやりたいなって思った理由が、世界の伝統的なデザインを日常組み込むのクミコから取ってます。あ、本当や、そういうことなんや。初めて知った。いや、そうなんですけど。びっくりした今。そういうことね。いやいや、もうびっくりしたわ。クミコっていうと名前のイメージが強いじゃないですか。いや、そうなんですよ、そうなんです。名前にしてたら、クミコちゃんが将来大きなブランドになったら、クミコちゃん育ったねって感じになるじゃないですか。なるなる。ちょっと育ててる感が欲しいなと思って。なる、育てて、あ、そういうことなんですね。あ、だから組み込んでいるのクミコね。そうです、私がクミコさんではないです。あ、そういうことね、はい。ちなみに実はこの動画3本目ですけど、1本目も2本目もここに実はクミコの商品があるんですよね。はい、これちょっと紹介してもらいたいなと思ってて、はい、ちょっとこれ追加で置いたんですけど、そもそもこれって何マット？何マット？何マット？これなんていうんだっけ？スザニー。スザニーっていう刺繍布なんですけど、はい、これはウズベキスタンから持ってきた刺繍のテーブルランナーです。あ、テーブルランナーっていうんや。え、ちなみにもう一個あるんですよね、これはね。これは何ですか？鳥さんがいるんですけど、はい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 、これもスザニー刺繍布のウズベキスタンで作られて、2つのはトルコなんですけど、この鳥さんがなんか幸せのモチーフ。はい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 。ちょっとこの日焼け入ってる感じとか、すごい。確かにね。シルクのアンティーク感が出てる。はいはいはい。へー。え、じゃあこのスザニーとこのスザニーはどっちの方が高いんですか？こっち。あ、圧倒的こっちなんだ。あ、そうなんや。刺繍の細かさとか技術もあるんですけど、この布とか糸がシルクとか、しっくりしてるわ、コットンとか、はい、あと化学繊維ってことは、こういったウズベキスタンの商品とかを現地から買ってきて、それを日本で販売するみたいなのが今のコンセプトなんですか？そうですね、今取り扱ってる商品はそういう感じと、あとちょっと現地で買った布で私がポーチとかに仕立てて売ってるのもあるんですけど。なるほど。じゃあクミコは基本的には大きく分けて2つありますと、はい、1つは海外から買ってきたいわゆる雑貨っていうところを販売する方法と、あともう1つは布を買ってきてそれを商品化し自分でして販売するみたいな方法があるんですね。クミコオリジナルの商品。面白いわ。ちなみにどっからの製品が今多いんですか、クミコには？今売ってるのはウズベキスタンが一番刺繍布のスダニが多いのと、はい、あとこの前今年の5、6月にイランとアゼルバイジャンとウズベキスタンとトルコに行ってきたので、イランとトルコの商品も持ってる感じです。このちっちゃいのね、宝箱だと思うでしょ。え、これ宝箱ですか？そうですね、なんかちっちゃい指輪とか入れてもらったり。え、これ小物なんだ。え、これって何でできてるんですか？これは実はラクダの骨。ラクダの骨？ラクダの骨。え、だからこれちょっと見てほしいんだけど、これさ、開けたら下にもなんか絵柄あるのね。やば。可愛いですよね。へえ。え、これマジでしっかりしてるけどね。へえ。じゃあこういった小物から布みたいなものを売ってると。はい、で、クミコのオリジナル商品はどんなもの売ってるんですか？現在はウズベキスタン、他にもカスリ織物っていう織物があるんですけど、それの私がアレンジした商品とか、ヘアバンドとポーチとか、あとイランの布で作ってるのもあるんですけど、あ、そうなんだ。はい、今はどうしてもちょっと私の手が足りないので買ったものが多くて。はいはいはい、なるほど。え、実際ウェブサイトでは今購入できたりもするんですか？あ、そうなんですね。はい、まあ、それはちょっと概要欄に貼り付けておきますんで、はい、ちょっと皆さん興味あったら見ていただければなと思います。今お話ししてもらったんですけど、はい、イランとかウズベキスタンとかから商品買ってらっしゃるじゃないですか。はい、そもそもなんでウズベキスタンとかイランとかから商品買おうと思ったんですか？可愛いものがあると聞いて。それ誰から聞いたんですか？ネットで調べた感じですかね。あ、そうなんですね。はい、え、ちなみに良さをちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけど。あ、良さ、良さで一旦スザニーに対しては聞いたんですけど、はい、イランとかの商品、まあ、例えば小物とかって何が魅力的なんですか？これを見てもら
になったら分かるんですけど、うん、すごい細かい、はい、確かにね、単一がミニアチュール、はい、ちょっと世界史で勉強した人もいると思うんですけど、ミニアチュール、ミニアチュールっていう細密が一本一本細い、確かにね、はいはい、このこっちの柄とか、うんうん、そのイスファハンっていうイランの古都のすっごい綺麗なモスクがあるんですけど、うんうんうん、そのドームのタイルの柄とかを描いてたりするんですけど、うんうんうん、あ、そうなんだ、はい、でこのミニアチュール以外にも絵を描いた皿とか、うん、イランも刺繍とかあったりするんですけど、うん、どれも本当にもうペルシャ美術の美が詰まった、うんうん、本当に精密でもちっちゃい大切にしたい世界みたいな、一個一個の世界観がすごい、その密度はイランだなって思いますね、うんうん、なるほどね、はい、あ、そうなんだ。でも実際今個人でアパレル雑貨ブランドっていうのを立ち上げられてるんですよね、はい、まあ、その中で難しい部分もいっぱいあると思うんですよ、まあ、商品を出すものの思った以上に買ってくれなかったなっていうところも思いもあったりだとか、実際やっぱいっぱいあるじゃないですか、はい、一番なんか学んだこととか大変だったなと思うことってありますか。さっきもおっしゃられた、うん、思ったより売れなかったっていう、去年と今回、うんうん、それぞれウズベキスタンとプラスアルファの国で買ってきたものを吉祥寺のイベントスペースを借りて、うん、え、吉祥寺で売ってたんですか。ポップアップみたいな感じで売ってたんですよ、1回目の時はめちゃめちゃ初めてにしては上出来って感じで売れて、うんうん、まあ、なんかいけるだろうと思った、うん、まあ、いけそうだな、1回目これだったからみたいな。そうなんです、はいはいはい、あるんだなって思ったんですよ、うんうんうん、私がやることには、うん、で、2回目ですよ、うん、全然ダメだった。全然、本当に、うん、いつも応援してくださる方が来てくれたりして、本当に嬉しかったんですけど、うんうん、売上目標は達成する、なるほどっていう、へー、それが本当に私が今やってることは、海外にあるものをただただ持ってきて、これかわいいでしょ、どうですかって売ってるだけ、わざわざ久美子からものを買うコンセプトってどこなんだっていうのをすごい考えさせられました。なるほど、はい、もともとは別に海外から買ってきてそれを商品売ってるだけだから、久美子がやってバリューが出るっていうところじゃなくても他でもできるよねっていうところを深く感じたって感じですね、はい、なるほど。実際1回目と2回目何が違ったと思います？前回はもう本当にコロナ真っ只中で海外に行ける兆しもなく、なので私がウズベキスタンに行って買ってきたそのリアルな体験も踏まえた商品が買えるっていうのがすごい価値だったのかなとか思ったり、うんうんうん、なるほど。実際その商品ってどれぐらいの商品持って来られたんですか？点数で言えば100 、うん、あ、でも100も持ってきたんだ。ちっちゃいのもあるんですよ。あ、そっか、小物でね、たくさんあるとかもあるんですけど、うん、なるほど。それ踏まえた上で、はい、今後どうしていきたいとかってあるんですか？今後はただ物を持ってきて売るのをやりたい、うんうん、なるほどですね。もうついにオリジナル商品が主になる時に来たと、はい、オリジナルというか、まあ、改めて久美子をこれからなんで続けていきたいのかって思った時に、さっき少ないながらもそのファンになってくれてお客さんが来てくれたって言ったんですけど、その人たちは本当に私が買ってきた商品は、あ、もうこれ可愛い、最高って感じで買ってくれる、はいはいはい、くださるんですよ。自分の好きなものをすごい大切にしてる、私はこれが好きって言ってるのすごいいいなと思って、私自身も好きだからやってるわけですけど、将来性もちゃんとブランドとしてやっていけるかもわかんないけど、応援してくれる人がたくさんいる、私が好きなことを突き抜けてやってるからこそ応援してくれる人がいるっていうのに、まあ、すごい自信が持てて、それだったらみんながみんなこういうものが好きなわけじゃないけど、自分の好きをはっきりと言える、そういうマインドを大事にする、自分の好きなものを好きって言っていいんだよっていうのを伝えられるブランドにできたらいいなと思ってて。なるほど、はい、ありがとうございます。ってところで、まあ、今回は国際協力の中でも今アパレル雑貨ブランドを立ち上げられている森山さんにお越しいただきました。この動画がいいね、面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。